はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。少し前のライブ配信で代行会社から見たネット物販セラーっていう話をさせていただいて、その中で小さなアットホームな代行会社でも、月に3000万円、4000万円ぐらいのお金っていうのがザラに動いている。要するにそれだけの買い付け依頼っていうのを、 お受けしているっていう話と、一人のセラーさんで月に800万とか1000万円だとか扱ってる人がいるよっていう話をさせていただきました。今回は、じゃあ、初心者のセラー、未経験者のセラーさん、要するに私の生徒さんの大半が、そのセラーの域まで達する、代行会社さんの乗客になるためには、どうすればいいか。 っていう、その橋渡しの要素として重要になってくる画像撮影について話をさせていただきたいと思います。はじめは私だって皆さんと同じように相場価格よりもちょっと安いぐらいで売ったりだとかしてた商品が現在だと相場価格の2倍だとか2.5倍、3倍ぐらいで売れてる商品っていうのもあるわけですね。ただただ金額を上げるっていうのはお客さんの損になってしまいますからちゃんとした理由が、まっとうな理由があってこそ金額を上げてってくることができてるんですがその大きな ななってんのが画像撮影なんですね中国、アメリカの場合は、初めはアリババの画像そのまま拝借してテストマーケティングを行うところから始めるんですが、その後商品のレビューがついたりだとか、商品が売れたりだとか、まあ、このタイミングっていうのは確かにその商品の価値、商品ページの価値を上げるタイミングとしては大切なものではあるんですけど、それって受動的なタイミングではありますよね。こちらでコントロールできるものではない。じゃあ我々が能動的に行える一番 さんの商品の単価を上げる要素って何かって言ったら画像撮影だと思ってます。まあ内訳とすれば大体4つぐらいの方法がありますから、どのやり方がいいのか、そしてメリット、デメリット、気をつけなければいけないポイントも含めて話をさせていただきます。 一つ目っていうのは商品を手元に届けてもらって自分の iPhone でもそれこそ一眼レフのカメラを持ちの方であれば自分の撮影機器で撮影する二つ目っていうのは代行会社に依頼するんだけれどもその代行会社の中で写真撮影のサービスを行っていてそこで撮影するってやり方三つ目っていうのは日本のプロの撮影代行会社に依頼するってやり方四つ目っていうのは中国の撮影代行会社に依頼するっていうやり方なんです結論から申し上げます と私がおすすめしているのは後ろ2つ日本のプロの撮影会社にお願いするか、中国のプロの撮影会社にお願いするか、この二つなんですが、前から順を追って説明させていただきたいと思います。まず一つ目、一般的な俗に言う素人の人たちが iPhone で写真を撮影したり、一眼レフをお持ちだとしても一眼レフで撮影するっていうのは、私はやめておいた方がいいと思います。もちろんこれ Amazon の話であって、メルカリとかっていうのは、むしろあえて知る 色と臭さみたいなものがあった方が商品としては売れやすいっていう傾向があるので、それはそれでいいんですが。amazon の商品ページっていうのはもうガチのプロの？ 商品をアピールさせるためのマーケティングページなわけなんですねだからそのページで撮影する写真っていうのを素人が撮ってしまうと良いカメラ一つ持ってればいいってわけじゃなくって例えば照明機材だとか反射板だとかその空間的なものだとかあとはそのカメラにつける高級なレンズっていうのも商材に合わせてマクロにしたりだとか望遠にして後で画像を拡大したりだとかそういった細かい手間っていうのも必要になってくるし画像もただ撮っただけではなくてそれを ショップでうまく加工するような技能っていうのも必要になってくるわけですねこういったものを素人が対応するっていうのはなかなか難しいなんかが欠けてるっていうパターンがもうほぼほぼだと思いますので素人が撮影するっていうのは得てしてあまり良くない方法であるというふうに自分自身は認識していますそして二つ目これも実は一番と大差なくてですね本当にガチのプロのカメラマンっていうのを雇って専用のスタジオみたいなのを作って撮影するのであればいいんですが大抵そのうち 一話で行うような撮影っていうのは、特に光、照明に関する知識が乏しいだけではなくて、撮影に関しての知識っていうのも不十分なわけで、商品によって立体的なものもあれば薄っぺらいものもあるわけですよね。そういった細かい対応ができないことが多い。要するに代行会社の社員さんとしてはもちろん優秀な方なんだと思うんですが、その方が撮影するっていうのは話が別、プロフェッショナルが全然違う話になってきますので、代行会社内部の撮影っていうのは割安になっているので、 一見お得得感がががあるるんですすすててして良くないいい場合が多いと思います3つ目日本国内の撮影代行会社に依頼するこのメリットデメリットっていうのも明確化する必要あります。私の生徒さんは中国アメリカっていう海外海外物販を行っているわけですので、本来アメリカに送る荷物の一部っていうのを日本に別荘して撮影用に手元に一回届ける必要があるわけですね。そういった手間やコストがかかるっていうのは一つのデメリットと言えます。日本っていうのはどう どうしても単価っていうのは高くなってしまいますね。一枚それなりの修正を行うっていうと、生物撮影、要するに商品だけの撮影でも、だいたい2000円ぐらいを見ていただければと思うんです。1画像2000円ですね。ってことは、一つの商品を5カット撮るっていうと、それだけで2000円 ×5 で1万円ぐらいかかるようなイメージなんで、バリエーション出品してる商品に関しては、4バリエーションだったら4万円かかるだとか、そういった話にもなり得てしまうので、ちょっと撮影単価っていうのが気になるところではある かなと思います一方、メリットとすれば、日本の撮影会社さんなんで、細かい指示も当然日本語でできますよね。で、言ったことっていうのはもちろんしっかりと伝わりますから、そういった意味ですごくこだわりを持って撮影する場合っていうのは、母国語でのやりとりを経て撮影するわけだし、少なくとも私が生徒さんにお勧めしている撮影代行会社さんの代表者さんは、ものすごく人としても素晴らしい方で、 相手の気持ちも考えて資料深くって気さくで、とにかくとにかく素敵な方なんで、その方とやりとりしていると、必ずや良い写真が撮れるんじゃないかなと思います。四つ目、中国での撮影なんですが、弊社の代行会社のお向いさんがプロの写真撮影会社なんですね。日本だと2000円ぐらいのプランがだいた500円から1000円ぐらいで撮影することができます。また、中国って白人モデルさんいるんですかって聞かれる方が多いですが、日本よりも単価は安いし、人はたくさん います。Amazon 見てうわめっちゃ綺麗なモデルさんだなって思えるようなレベルの人たちっていうのがゴロゴロと中国にいるわけですね。我々が例えば Amazon.com の商品画像のモデルさんを自分で選んでこんな感じのイメージのモデルさんがいいっていうことを送るとそれに合わせてじゃあこういうモデルさんはどうですかっていう風に提示していただいてでそのモデルさんのスケジュールに合わせて撮影していくって流れなんですが1商品数万円からモデル撮影 白人ののモデル撮影っていうのも,行いますもちろん、中国人のモデルさんでも良ければもっと安くやることができるんですが、今回ってあくまでも、なるべく高く商品を売るためにはどうすればいいかっていうことなんで、画像にそれなりにお金をかけることによって、画像のコストをかけた分、ちょっと値上げはさせていただきますけれども、その分皆さんが、お客さんが自分が来たらどんなイメージになるかっていうのを容易に想像できるような高クオリティな画像を用意させていただきます。 よっていうのののは値上げすするなな理由の一つになりますのでそう考えると、やっぱりアメリカで売るのであれば、白人モデルさん、もちろん黒人モデルさんだとか、ラテン系だとか、そういった方たちもいらっしゃいますので、にお願いして撮影していただく。こうなると、撮影費用とは別に、モデルの高速費用っていうのが必要になります。ただ、モデルさんを呼び寄せて撮影するのではなくって、そのモデルさんが1日だったら1日スケジュールが空いていて、その日に合わせて、そのモデル モデルさんに着てもらいたい服っていうのをバーってそこに送るんですねいろんなセラーがでその送った服っていうのを特快ひっかいバンバン着ていく感じなのでそんなに何時間も自分の一商品ないし数商品のモデル撮影だけにモデルさんを拘束するわけではないんですよそこら辺っていうのはご安心いただければなと思いますというわけで今回商品の売り上げを上げるっていうやり方はもちろん商品自体を売るっていう方法もあるんですが自分がぐんと実績が上がったタイミングで ってててていいいうのののはお金をかけてモデル撮撮影影ししたたたタイミングななんでですねなのでその画像撮影方法について説明させていただきましたコンサルティングに入られる方の大半は未経験者、初心者の方なんですが、ゆくゆくはもう大量の買い付けをしていただけるようなセラーになっていただきたい。それはちょっと代行会社としての感覚もあるんですけれども、そうすれば、お互いたくさん買い付けてたくさん売っておウィンウィンになれるわけですよね。で、その状態に持っていくっていうのはコンサルタントの役目、講師としての私の の役目だと思うのでその足掛かり架け橋になる要素の一つとして写真撮影に先行投資的にお金をかけることっていうのは非常に有益なことなんだよっていう話をさせていただきました画像にお金をかけるっていうのを私が思っているよりも躊躇している生徒さんの方が多いんですがここっていうのはそれなりに前のみりでやってしまってもいいんじゃないかなって思えるんですね例えば引っ越しをしようと思っている方がスーモとか賃貸情報サイトでいろいろな物件を見ていた ときに画像が綺麗でたくさんある部屋の方が安心して契約するじゃないですかこれ実際不動産会社の社長の知り合いにも伺ったんですけどやっぱり画像が命だって賃貸情報サイトでもおっしゃってました物件は同じなのにより良い画像をたくさん取るだけで契約率が格段に上がる っていうことなんですね。これと全く同じことが Amazon でも言えます。初回テストマーケティングからやる必要はないですが、2回目、3回目の買い付けのタイミングで中国側で撮影するのであれば簡単に行えますし、それこそ初回のテストマーケティングの際も、その商品がどういうものなのか現物を見たい方は、一ロッと日本に別荘してもらうっていう手続きも、代行会社におっしゃっていただければできますので、その手元に商品を送ったタイミングで、試しに日本の写真撮影会社にお願いするっていうこと も十分可能なななのではいいかなと思います今回の動画参考になったなという方は高評価チャンネル登録の応援いただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございました。